ドドンパどううもそうです、えー、今サッカー日本代表の試合を、まあ、見てで、まあ、Twitter 見てたら伊藤かりんちゃんがブログで卒業を発表してていや日本代表も負けちゃって卒業も決まってっていう感じでちょっとね今めちゃくちゃ悲しいんですけどいやかりんちゃん、まあ、最近「将棋フォーカス」も卒業して卒業もそろそろなのかなっていうふうには思ってたんですけど まあ噂とかもね、ちょっとあったし、卒業ラッシュやばすぎない。ミサミサももう卒業しちゃうし、もう3月でも31で卒業しちゃって、で、今度はもう、かりんちゃんということで、いやー、もう、やばいですね。まあ、やっぱり、なんだろう、2期生のまとめ役、お姉さん的な存在で、まあ、2期生にとっても欠かせない存在だったのかなって思うし、あとはサイリンゴ軍団でも、それももちろんまとめ役的な感じもあったし、 まあ,もうあの4人のサヨリンゴ軍団が見れなくなると思うとめちゃくちゃ寂しいなと思いますはいそんな感じで、まあ、ちょっと短くはなっちゃうんですけど、まあ、今回ね、まあ、今日伊藤かりんちゃんが卒業発表したということで、えー、急遽動画を撮りました、まあ、正直まだ全然受け止められてないっていう感じなんですけどいやー本当に今は悲しい気持ちでいっぱいですねはいということで終わりたいと思います